と強い人にも勝てるようになりたい。始めたのは、うん、保育園の年長をトランプで遊びよったんですよ、うん、で、まあ、飽きたってそしたら、うん、ちょっと将棋をね、あ、ちょっと教えてやろう。最初は難しかったけど、だんだん慣れてきて、うん、5年生の6月ですね、将棋クラブに入れて、日本将棋連盟都市部、去年の6月に入ったです。どう見ても負けな時でも、なんか逆転する時とかも結構楽しいし、強い人にもたまに勝てるようになったから。でサナル杯で初めて大会優勝です。優勝です。今まで準優勝ばっかりやってた。ベスト8。すごい。結構強くて、一番最初は、めっちゃ早く負けて、それででもあとその後の2回両方とも勝ったから、なんとか予選を抜けられて、予選の最後の時にやった3年生のことは、なんとか逆転で勝って、やっぱり大阪本場だからハウさんみたいになってるいや参りますね